先のロンドンオリンピック、日本は38個のメダルを獲得して、これ過去最高の数字だったんですが、そのうちの2つメダルを持って帰ってくださいました。この方をご紹介しましょう。水泳の寺川綾さんです。どうぞ。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、寺川さんというともう水泳なんですが、はい、今年はね、ロンドン、はい、見事にメダル2つ、メドレーとそして、100メートル背泳ぎ、はい、ね、水泳を始めるきっかけというのは何だったんですか。水泳を始めるきっかけはすごく、はい、体が弱くて、すぐにどっか行くと風邪ひいたりとか体調崩したりしていたので、体力をつけるために3歳の時からプールに入りました。国際大会でもいろんなところに行かれると思うんですが、今回ロンドンでした。日本国内でやるその大きな大会と海外に行ってやる大会ってやっぱりそれ辺はコンディションの整え方とかやっぱ違ってくるでしょうか。難しいですね、やっぱり飛行機で長時間飛んで時差もありますので、その関係で少なくとも私の場合は1週間は体調をコンディションを整えるのにどうしてもかかってしまいますね。なるほどね、それぐらいの時間も、準備も必要なということなんですね。はい、今まで寺川さん水泳されて3歳の時から水に入ったとおっしゃいましたけども、一番その記憶に残ってること人生の中で記憶に残ってることですか。はい、もしくはもう自分の中で一番苦しかったこと楽しかったこと何でもいいですけど、でもやっぱり私の中ではロンドンオリンピックが一番こう印象に残っている大会ですし、レース一つ一つのことを全てこう記憶に残ってる大会でもあるので、いろんなことがあっての結果だと思うので、いいことも悪いことも含めて、私の結果につながったと思うので。なるほどね、オリンピック終わってからの方がやっぱり忙しくて、すごくバタバタしているんですけども、でも行くところ行くところで皆さんがすごく喜んでくださって、そういう顔を見てることが私はすごく幸せで、本当に良かったなっていうふうに思いますね。本当3番目と4番目って本当はその随分違うじゃないですか。メダルがあるかないか、僕らの、実際に、ほとんどタイム変わらないのになっていうのはあるんですよね。そうなんです、でも3番にタッチついた瞬間、すごくメダルが取れたことがすごく嬉しかったんですけども、やっぱり表彰台に行くと、3番、1番、2番っていう順番に並んで表彰台に上がるんですけども、いざ自分が銅メダルをもらって横見るとやっぱり金メダル取ってる選手がもう羨ましくてしょうがないです。本当に銅メダル取って満足でしょっていう風に言われるんですけども、やっぱりあの場にいてあの風景を見るとやっぱり一番は違うなって思いますし、やっぱり真ん中に立ちたいという気持ちがね。そうですね、自ら出てボール投げるんですけど、練習されました。実はまだしてなくてこの後ですね。そうですね、でもいつも背泳ぎなんでボール投げるときはね、さすがにこう投げるわけにいかないので、それの方がいいボール、そうですね、こういつもと違う方向に肩を回しておかないとと思っています。ただ距離は100メートルとかじゃなくて18メートルって少しですから、ずいぶん距離短いですよ。大丈夫ですかね。超短水路ですから今日は。超短水路ですから、その辺でね、いいボールを期待してますし、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。寺川綾さんでした。